それではですね、スラストマスダ製のフライトラダーペダル。ちょっと最近、フライトシミュレーター用のラダーペダル欲しいなって、ちょっと前から思ってたんでね。今までは、スティックコントローラーのねじり操作でラダーやってたんですけどね。やっぱりラダーがあった方が、何かと、フライトシミュレーターのこの没入感も得られるんじゃないかなということでですね、とりあえず購入してみました。他にもね、ちょっと何社か調べたりしたんですけども、値段的に、一番これリーズナブルだったっていうこともあるんですけど、いろいろレビューなんか読んでみて、これでいいんじゃないかなということで、これに決めてみましたね。だいたいこれ1万5千円ぐらいなんですけど、Amazon でね。他のメーカーのやつだと大体2万5千円とか、あるいはもう本当高いのになるとね、本当10万円ぐらいいっちゃうようなものとかね。大体海外製がほとんどだったと思うんですけど、一部幅が狭いなんていうこうレビューも見受けましたけどね。ただ他のレビューなんかを読んでみると、実機でもね、このぐらいの幅のやつもあると言ってるような人もいましたね。パイプアチロキだったかな、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、大丈夫だろうということでこれにしてみました。で、面白いのがですね、これ飛行機用だけじゃなくて、とりあえず自動車のアクセルとブレーキなんかの代用にも使えるらしいんですよね。こんな感じですね。足のポジションをこういうペダルに2つ置く方法と、あとこうかかとを床につけるような形で使うっていう、このかかとの部分にあるこの何ですかね、これスペーサーって、何て言うんですかね、このストッパーっていうんですか、この部分を外してかかとを床に置いて使うなんていう使い方もできるみたいですね。正直、ちょっと一回開封とか、作ったんですけどね、撮影ボタンを押し忘れまして、ちょっとこれ撮り直しです。すいませんが、一応これマニュアルですね。で、これがUSB の接続用のアダプターっていうんですかね、これ。ここに航空機用と車用の切り替えついてますね。発泡スチロールなんかはかませてないんですけど、特に問題はないかなと。このモジュラジャックみたいなのが、同じスラストマスター製のですね、そういう他のスティックなんかに直接これを挿して、とりあえず USB のスペースが足りない時なんかにちょっとこれで浮かせることができるので、そこはいいんじゃないかなと思いますね。こういう趣味やってるとね、本当にフライトシミュレーターとかや、他にも VR とかね、いろいろやってると、USB ポートがどんどん埋まっていっちゃうんですよね。こんな感じですね。ここに、USB の場合はここに接続して、これを挿すと。ポート一つ浮くのはやっぱ大きいと思いますね。これが、こんな感じですね。いい感じで。左右のラバー、それとこのフットブレーキですね。これで、左右の、例えば DCS ワールドの TF51 とかだと、結構あれちょっと癖があって、ビリンにちょっと癖があって、
なかなかね、個人的には操作苦手なんですけどね、この左右のブレーキうまく使い分けると、まあいくらかタキシングのこう方向転換なんかもちょっとやりやすくなるんじゃないかなと思ってます。力加減もまあ強くもなく弱くもなくといった感じでしょうかね。ここの部分のこのストッパーみたいなのをですね、この付属の六角レンジ使って、これでここ外すと、これをこの部分を取って、かかとを床につけたような感じで、ペダル踏んだりもできると。ペダル操作もできるっていう感じでしょうね。プラスチックですが、そんな乱暴に扱わなければね、特に問題はないんじゃないかなという印象です。まあ、おいおい、ちょっと機械作ってね、使用感なんかもレビューできたらななんては思ってます。それでは、今回はこれまでということで、ご視聴ありがとうございます。